ちょっと相手方の方で申し訳ないんですが、相手のチーム、まあ、はい、あれですよ、はい、レッドカードが出た、レッドカード出ましたね、柴山くんの。そう、あの子がね、すっごいめっちゃ怒って出て、あの確か悔しくて泣いてましたよね。うん、ね、柴山くんね。そんな中、登、うん、里選手ですよ、うん、あのもう次どうするかをきっちりね、うん、あのベンチのとこ行って、あの戦術ボードを見て、もうね、最初から言ったよね。そう、もうずっと話してたね、監督とどうするのって。いや、なんかそのあの河合監督がそのあんまり感情がないみたいなことよく言われるじゃないですか、うん、ちょっとあんまりお好きでない方はなんか、うん、何考えてんだみたいな、うん、あの感情を出すことも大事だと思うんですけど、それ云々よりも次どうするかが一番大事じゃないですか。そうだね。そうだから、そのああやってね、クソ悔しいってなる選手ももちろんいいと思うんですよ、それだけ気持ちがあるってことで。ただ別に登里選手もこれはやばい、ちゃんとしなきゃっていう気持ちからあの行動だったと思うんです。ちゃんとこれ守りきらねばみたいな。なるほど。そうだから、なんかそのなんか私もね、あの何か嫌なことがあったら地団打踏む方ですよ、性格的には。キーってなる方なんだけど、じゃあどうするかを冷静に考えた方が絶対次の行動って良くなるわけで、はい。はい。なんかあの登里選手は、なんかさすがやなって、なんか見習わないかんなってちょっと思わせてくれた。はい。あそこがすごい気になったシーンでございました。じゃあ、登里選手に、猫のさじ加減賞。はい。いやレータさん。はい。これ、現地で見てても、やっぱ、登里選手の笑顔とか、苦しい時でも、こう、味方をパッと喋って鼓舞する姿とか、ダゾーンでもうちょっと見えたぐらいなんですけど、やっぱ現地でも印象残ったんじゃないですか、的ながら。あ、なんか、ちょいちょい目に入ってきたので、うんうん、そうっすね。まあ、なんか、声かけ、気配りっていうんですかね。うんうん、素晴らしいものがあったんだろうなとは思います。今の話聞きながら聞いたら、多分そういったことをしてたからちょいちょい目に入ってきてるんやろうなと思いました、最後にいたので。ありがとうございます。ありがとうございます、うん。